おはようございます。どうも、馬です。というわけで本日はこちら任天堂ダイレクト2023年2月9日まもなく放送が始まりますということで、現在2月9日の午前6時59分です。今日は午前7時から任天堂ダイレクトの発表があるということで忙しいんですけど見ていきたいなと思います。あと仕事なんでね、でも平日なんで海外の時間に合わせてたんで、多分朝は早くやってんだろうね。だからとりあえず見てみたいと思います。個人的には何を期待していいんだろう。ルーセンロックマンのリメイク欲しいけど、ロックマンエグゼのリメイクももうすぐ遊べるからね、ただしばらくはないと思う。ルーセンロックマンのリメイクは個人的にはね、期待していいけど、だからちょっとどうなるかわからないですね。あ、7時だった。始まるぞ。来たわね。いやー、楽しみだな。眠気を覚めるような一発をお願いしてほしい。お願いするぞーって言ってお願いしてほしい。ひかりさんに。ひかりさんに、なんだっけ、なんとかさんに。さあ、トップったわ。なんだこれは。地球だね。ピクミン4。ピクミンか。ピクミンやったことないな、俺。子供の頃友達がやっててさ、それ横で見てた。友達の家行って、友達やってんのを横で見てたけど、ピクミンをね。オリバーだって主人公の人。この子、あ、違う。ピクミンな、近い感があるよな。一個抜かれて、戦って、食べられてだと。みんな、私の気もありますね。怖いな。ピクミン20年ぐらい前だよね、ピクミン1が。変わんないね、やっぱ。こういうピクミン、これは私の子だ。怒らせてる。食べられるの歌が好きだったけど、あ、かわいい仲間なんだ。へえ、あ、すげえ。宇宙犬、あ、すごいすごい、楽しいんだ。おっちゃん、今の作品うわうわー、無事なんだ。運動力宇宙犬ってのがかっこいいね。え、4月21日、半年後だね。皆さんこんにちは。じゃあ任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。高橋さん、こんにちは。いつも名前覚えなくて。最初にご覧いただいたのはピクミン4です。ピクミン4、犬のような生き物が確認できましたが、
はい、どのような活躍を見せてくれるのでしょうか。今後の情報にご期待ください。やろうかな。続いてはヘッドラインをご覧ください。はい、新ヒーローはジュエルマイスター。目指せファッションインフルエンサー。ここは自分らしさを表現できる仮想空間。あなたはここでファッションインフルエンサーを目指します。この空間には新たなトレンドを求める人が溢れています。これ結構気になるな。ファッションドリーマー。そんな人たちにいいねをしたり、いいね、新しいコーディネートを提案すると、どうされてんの、インフルエンサーとして成長していきます。へー。そしてマイブランドの立ち上げです。1000種類以上あるデザインから気に入ったものを選択し、カラーを決めればオリジナルアイテムの完成です。他の人たちが身につけているアイテムはいいねをすると手に入れることができます。気に入ったアイテムで様々なコーデを試してみてください。オンラインにつなげばトレンドの輪も広がり、あなたの影響力はさらに大きくなるかもしれません。さあ、この世界でインフルエンサーとして活躍してみませんか。ファッションドリーマーは2023年発売。面白そうだね、マーベラス。面白そう。ミッキーと仲間たちと一緒に冒険。ミッキー、ミニー、ドナルド、そしてグーフィー。昔のディズニーじゃん。モノスの危機を救うため4人の大冒険が始まる。昔のディズニーの映画だよね。走ってジャンプして、大人でね、スイングして、さまざまなアクションで島中を探索。探索の途中で新たなアクションをゲットすれば、行けるところがどんどん広がる。大きな谷はブーストジャンプ、ヒップドロップで障害物を破壊、空中を滑空して隠しエリアを発見。アクションはキャラクターごとにアニメーションが異なる。最大4人プレイが可能。ハグでライフを追加、はい、馬跳びで大ジャンプ、ロープでお助け、協力しながらプレイすれば新たな道が開けるかも。ディズニーがこのゲームで道中出会う不思議な仲間や、こんな危ない強敵も、動きをよく見れば倒し方がわかるはず。ミッキーと仲間たちの 2D アクション、ディズニーイリュージョンアイランドは7月28日発売。サコトさんも必要だな。任天堂スイッチピックアップタイトル。2月24日に発売が迫るオクトパストラベラー2。このタイムと終盤を、物語の序盤を3時間自由にプレイできる体験版の配信を開始します。実況禁止っぽいな。こういうゲーム、誰を選び誰を仲間にし、どこに行くのか、少し見ていいかしら。前作とは異なる世界で展開される新しい物語が待っています。面白そうだな。行ってきます。人が立っている。銃を向ける男、主人公は死んでる。ゴーストトリックが HD でよみがえる。死んで魂となった主人公が物に取り付いて操る。殺し屋に狙われる女性、犯行現場に介入し彼女を救え。そしてなぜ自分は死んでいたのか、次々に起こる事件を操って真相に迫れ。すげえな、そういうのはしないわ。未熟な魔女の相棒は獰猛な悪魔。引き続きヘッドラインをご覧ください。夏休みが始まる。6月、え、夏も、なにこれ、なにこれ。朝ごはんを食べたら神社でラジオ体操。僕夏みたいな。虫を捕まえたり、僕夏じゃないこれ。海に飛び込んで、僕夏のなんか脱出した場所。町の人と交流して、列車に乗って隣町へ遠征。僕夏じゃないこれ。特等席で花火鑑賞。
俺とかその夏休みもあったけど、数年前にいろんなことを経験すればできる。面白そう。これ面白そうじゃない。行ける場所も広がっていきます。こういうの好きだよ。そして夏の終わりには、あ、綾部さんじゃやっぱ、ほら僕の夏とか、俺とかその夏休みの味の、あなただけの夏休みを過ごしてみませんか。ほら夏もん、20世紀の夏休みはこの夏発売。昔なんだね、だからあると。これやりたい。異界のやりたい、これ。続々好きだからね。エキスパンションパスで。いいな。こんな虫を一挙ご紹介。くっつける。これ。みんな大好き塊魂が。塊魂。リマスターされて登場。よく。教室で。どっか人が。動物園で。宇宙で。そうらしいね。こういうゲームなんだ。子供時代の王様でプレイできる新たな課題を5つ収録。さらにカメラ機能を使ったモードなど新たな要素を追加。思う存分転がし尽くせ。そして前作「塊魂アンコール」が一斉トライアルに登場。アトリエシリーズの原点マリーのアトリエがフルリメイク。落ちこぼれの生徒マリーは5年後の卒業を目指して錬金術に冒険と大奮闘。結構昔からね。今作では街やフィールドが自由に探索可能に。もちろんバトルも一新。 BGM のリメイクや仲間たちとのエピソードも追加。マリーのアトリエでほのぼの錬金術ライフが始まる。その力を使ってはならない。うわ、ほらじゃん。誰かを呪うと死んだ人間が蘇る。この蘇りの秘術を求める者たちが今度呪いの力を手に入れる。息子を失った母親、友人の自殺を受け入れられない学生、誰が呪いを手にしたかわからないまま物語は進んでいく。会話の中で条件を満たすと呪いが発動できる。いつどこで誰を呪うか。ただし迂闊な行動によって別の呪いの力を持つ者に呪われてしまうことも。東京都墨田区を舞台にした呪いの物語、最後に待ち受ける真実とは。パラノマサイトファイル23本所七不思議3月9日配信。このダイレクト終了後予約受付を開始。パラノマサイト地図を描いてダンジョン攻略。世界樹の迷宮1、2、3の ATV リマスターがセットになって登場。莫大な財宝が眠る迷宮、道は複雑に入り組み凶暴なモンスターが生息する。手元にあるのはまっさらな地図。進んだ道のりを書き残すことで地図を作成し奥へと足を進める。迷宮へは5人で挑む。仲間を守るパラディ、スピードに優れたレンジャーなど特徴が異なる冒険者からパーティーを選択。しかし探索には常に危険がつきまとう。もしやられてしまったらパーティーメンバーの変更や新たな技を習得するなど強化して何度も迷宮に挑む。新たに書き下ろしのキャラクターを24体追加。他にも3段階の難易度選択や手軽に地図を描けるオートマッピング機能を搭載。世界樹の迷宮1、2、3 HD リマスターセットは6月1日発売。ダウンロード版ではタイトルごとも配信。このダイレクト終了後予約受付を開始。あ、カービィウィーかな。これは星のカービィウィーデラックスで新たに描かれるもう一つの物語。メインストーリーに登場するマホロア、そのマホロアが力を失い異空間からの脱出を目指します。新モード感じか。オンリーアイコン。今のマホロアにできることはちょっとした攻撃とジャンプだけ。力
力を取り戻すためには敵を倒すと手に入る魔力が必要。要は体に似てるけど、集めた魔力で様々な能力を強化することができます。浮遊力をアップさせたり、攻撃範囲を広げるなど自分好みにマホラを成長させることができます。ファーミーなかったね。マホラを待ち受けるのは仕掛けいっぱいの20以上のステージ。最大4人のおすそ分けプレイにも対応し、協力しながら物語を進めることも可能。果たしてマホロアは全ての力を取り戻し元の世界へ戻ることができるのでしょうか。このモードは星のカービィ Wii デラックスのストーリーモードクリア後に登場するのでお楽しみに。クリア後のモードを言っちゃっていいのかな。そしてこのダイレクト終了後より星のカービィ Wii デラックスの体験版を配信開始。体験版専用のステージと一部のサブゲームを最大4人でプレイいただけます。体験版買いにできるんだ。星のカービィ Wii デラックスは2月24日発売。もうすぐ発売でね。新たなモードが追加された星のカービィ Wii デラックスにご期待ください。はい、続いては任天堂スイッチオンラインについての情報です。ああ何でしょう。こちらをご覧ください。はい、ゲームボーイ、ゲームなかったね今まで。へえ、追加せんだ。任天堂スイッチオンラインにゲームボーイが新たに登場。任天堂スイッチなら当時と同じようにいつでもどこでもプレイすることができます。いいね。出てきた。早速サービス開始から集めるタイトルをご紹介。落ちてくる7つのテトリミノで目指すはテトリス。やってもマリオに占拠された城を取り戻せ。スーパーマリオランド2、6つの金貨。一度入ると出られない神の眠る島トホリント。ゼルダの伝説、ね、夢を見る島デラックス。ワンってゼルダなんだ。魔界村シリーズの強敵が主人公、デッドアリーマー魔界村ガイデン。ゲーム&ウォッチのタイトルがセットになったゲームボーイギャラリー3。ゲームボーイギャラリー3、ね、いつでもどこでも気軽に麻雀マージャン役満。地底に潜む浮遊生命体、ね、メトロイドを殲滅せよ。メトロイド2リターンオブサムス。昼と夜で一変する世界をワリオのアクションで切り抜けろ。ワリオランド3不思議なオルゴール。ふわふわ飛んで大きな口で何でも吸い込むカービィのデビュー作、星のカービィ。それやりたいな。画面はゲームボーイ、ゲームボーイポケット、ゲームボーイカラーから選択できます。いいね。ローカルプレイはもちろん最大2人でオンラインプレイも可能。配信タイトルは順次追加します。本格 GB とかなんだ。そしてアドバンスまでやってくるんですか。ハムタウンのゲームとかやりたいよね。任天堂スイッチオンラインプラス追加パックにはゲームボーイアドバンスのタイトルが登場。サービス開始時から遊べるタイトルをご紹介。38の追加コースも全て遊べるスーパーマリオアドバンス4。5秒で遊ぶ瞬間アクションはここから始まった。メイドインワリオ。回転する棒をぶつけないようにゴールを目指す。懐かしい。くるくるくるりん。懐かしい。携帯機で遊べる初めてのマリオカート、マリオカートアドバンス。懐かしさが過ぎる。ブラザーアクションで謎を解き、ブラザーアタックで敵をやっつけろ。マリオ&ルイージ RPG。 体の大きさを変えてリンクが大冒険。ゼルダの伝説不思議の帽子。ローカルプレイはもちろんオンラインプレイにも対応。ゲームボーイアドバンスは最大4人でプレイすることができます。いいね。こちらもタイトルは順次追加していきますのでお楽しみに。
ゲームボーイは任天堂スイッチオンライン、ゲームボーイアドバンスは任天堂スイッチオンラインプラス追加パックにご加入いただくことでお楽しみいただけます。普通のレベルなので、あ、ゲームやった。このゲームボーイで遊んでいたソフトが任天堂スイッチでプレイできるようになります。そして本日ご紹介したゲームボーイとゲームボーイアドバンスのタイトルはこのダイレクト終了後に遊べるようになります。あ、もうできんの？あ、すげえ。任天堂スイッチオンライン、そして任天堂スイッチオンラインプラス追加パックに今後もご期待ください。はい、引き続きヘッドラインをご覧ください。メトロイドプライムシリーズの原点がよみがえる。レイトン教授じゃない？レイトン教授懐かしいな。懐かしい。最近レイトン教授の津田さんのゲームがあったんだ。蒸気の新世界。レイトン教授いいんだ。あ、いいか。第4弾、まもなく登場。あ、アスティチックなね、ジムが。マリオカート8デラックスコース追加パス第4弾に完全新規コースとなるヨッシーアイランドが登場。オギヤハギオギヤハギオハイオリオヤギ。さらに新キャラクターとしてマリオカートダブルダッシュで初登場したキャサリンを追加。オギヤハギオギヤハギオハイオリオヤギ。計8コースと新キャラクターキャサリンを追加するマリオカート8デラックスコース追加パス第4弾はこの春配信。いや、楽しみだね。任天堂スイッチよくないんだけど、追加パックを追い返しか追加料金なしでお楽しみいただけます。いや、楽しみです。もうすぐ発売ソフトラインナップ。鹿と狼の子供が力を合わせて旅に出る。子供の警戒？ブラン、白き旅。ブラン。世界は救われる。彼女を失い。テイルズ・テイルズ・オブ・シンフォニア・リマスター。ファイナルファンタジーのリズムゲーム、ね、シアトリズム・ファイナル・バーライン。なんかアークか？恐竜世界を生き残れ、うん、アークだね。サバイバルエボルブド。アークの名前飛び出したけどな。世界で冒険とスローライフ。ルーマクと言わねえくてもが好きです。ルーンファクトリー3スペシャル。ようこそ。来た、イブ。芸術家ゲルテナの世界へ。イブ。イブはネクタが好きだな。よみがえる戦慄の記憶。フラゲームは続きますね。ゼロ月はみの仮面。うわ、オンラインに対応して帰ってきた。ロックマンエグゼ、アドバンストコレクション。4月か。マインクラフトシリーズのアクションストラテジー。これは楽しみだね。マインクラフトレジェンズ。世界が待っている。君の出番を。WBSC e ベースボール。BSC か。BS WBC ね。このダイレクト終了後配信開始。あ、これ貧乏神じゃないの？桃鉄の。どこ行くの？飛行機だ。エジプトがね。最新作。桃鉄になってんの？地球は希望で回ってるが登場。桃鉄になってんだ。今度の桃鉄は世界が舞台。すごい。アメリカからナシにアフリカ。ヨーロッパなど、いやの世界の全てが目的地に。サッカーチームとか各国の駅で物件を回収、総資産世界一を目指す。面白そう。イベントや歴史ヒーローなど全てがワールドクラスにパワーアップ。面白そうじゃないですか。行く先を決めてサイコロ振って世界を駆け巡れ。桃太郎電鉄ワールド地球は希望で回ってる。は2023年発売。これで新作出て思わんかった。ここまでご視聴いただきありがとうございました。終わりですか。次が最後の映像になります。
ちらをご覧ください。あんなのね、バツの何のゲームだ？分かんないな。いでよ我がしもべどもよ。この地を支配するハイラル王国とゼルダ？それに組みする者どもを一匹残らず。そうか、新作出るもんね。根絶やしにするのだ。ゼルダもやったからな、俺。本当にゼルダは全くやったからいいんだよ。ゲーム総選挙でもベース・オブ・ザ・ワイルドが優勝しましたもんね、チーム。今年出ると気づくの。リンク、このままではあなたでも勝てない。リンク。すごいね、引き込まれてるね。アクションゲームになってないでもできるかな。すごい、ちっちゃいね、このね。ゼルダの伝説ティアーズ・オブ・ザ・キング。どうか彼に力を。あ、もうすぐじゃん。夏くらいかってなったけど5月なんだ。へえ。ご覧いただいたのはシリーズ最新作ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダムです。通常版の他に様々な特典がセットになったコレクターズエディション、そして本作のリンクのアミーボソフトと同日に発売いたします。再び始まるリンクの果てしなき冒険にぜひご期待ください。任天堂ダイレクトは以上になります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。てなわけで、ニンテンドーダイレクト見ました。いやー、個人的には僕夏みたいな、夏物だっけ？それはすごい楽しみですね。多分やる。俺夏もやったしね。アイブさんが手掛けてるのはやると思います。これも、マリオカート新コースだったりとか、あと、ニンテンドースイッチオンラインのゲームボーイとかも気になりましたね。ちょっと、楽しみですね。行きようみんな。行きよう夏まで。はい、で、今回は、この後もすぐ家出るんで、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ゲームバッジのネットワークはコメントお待ちしてます。今日、Nintendo Directで見たゲームで、皆さん気になったゲームとかあったら、ぜひコメントで教えてください。Twitter、Instagram でフォローお願いします。それでは、ご視聴ありがとうございました。また、Nintendo Directでお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。またねー。